なんだ今の違和感は。おお、気に入られたものだ。逃がさんということか。誰だ。まあそう殺気立つな。ただの老いぼれよ。こんなところに来る奇特な男を見に来ただけだ。モンスターではないようだな。もちろんだとも。名は何という。レオンだ。レオン。まさかレオン・ベルモンド男爵か。そうだ、レオン・ベルモンドだ。爵位は捨てたが、ご老人、あなたは。失礼を、ベルモンド卿。私の名はリナルド・ガンドルフィ。レオンでいい。私もリナルドと呼ばせてもらう。言葉も気を使わなくていい。わかった。とりあえずわしの小屋まで来てくれ。話はそれからだ。渡したいものがある。ちょっと待っていてくれ。リナルド、聞きたいことがある。なんだ。なぜこんなところに住んでいる。何、この森の支配者バルター・ベルンハルトにちょっとした借りがな。借りというのは。語るほどのことでもない。立ち入った話のようだな。しかしこれほど近くにいて無事でいられるとは。永遠の命というものは非常に退屈なものらしい。奴はここに来るハンターたちと命がけのゲームを楽しんでいる。まあ奴が負ける要因はこれっぽっちもないが、わしがハンターを助けることで面白みが増すと思っているらしい。なるほど。しかし奴に負ける要因がないというのはどういう意味だ。ヴァンパイアは夜に愛されている。そしてこの森は永遠の闇に閉ざされている。負ける理由がどこにある。確かに。だが行かなければならない。奴に大切な人をさらわれたか。ああ、いいなずけがさらわれた。なぜそれを知っている。奴がゲームを始める時のいつもの手だ。しかし丸腰とは。その度胸には恐れいる。武器ならある。ただ私の剣は騎士団のものだ。身分を捨てた私が持ち出せるものではない。馬鹿正直すぎる。それにここで何人ものハンターが敗れ去ったと聞く。それならば武器の調達も簡単だ。これを持っていけ。何かの役には立つ。この鞭は錬金術で作られたものだ。落ちている武器よりは奴らに効果がある。錬金術。聞き慣れない言葉だが。まあそうだろう。神秘を実験する学問だ。神の天地創造のな。それを理解できるものはマティアスぐらいだな。クロンクビスト教を知っているのか。お前らが友となる前から知っている。奴の家には本来口伝の秘術を記した書物があるからな。秘術。知らなかった。当たり前だ。この世界の人間でもそれを知るのは一握りだ。中には錬金術そのものを異端視する者さえいる。なるほど。お前もその口か。いや、マティアスの知り合いであれば信頼するに足りる。ならばこの鞭ありがたく使わせてもらう。左手を出してみろ。左手？こうか。動かすな。
それでよし。降ろしてもいいぞ。今のは？そのコテに呪文を施した。呪文？敵に特殊な力で攻撃されることがある。それを防御することでその力を集めることができる。その力を集めると何ができる？魔導器と呼ばれるものを使うことができる。集めた力を解放してな。魔導器？そうだ。魔術に長けた者だけが扱える。お前にも使えるように呪文を施した。ここにもあるが、城の中でもいくつか手に入るはずだ。わかった。今してやれることはこれで全部だ。リナルド、世話になった。ちょっと待て、一つ言い忘れていた。玉座に続く扉は五体の魔物に封印されている。まずはそれを倒せということか。そうだ、それが奴に会うためのテストというわけだ。回りくどいことを言ったはずだ。奴にとってこれはゲームだ。分かってる。何か困ったことがあればいつでも戻ってくるといい。ただとはいかないが、薬もいくつか用意しておく。すまない、助かる。待っていてくれ。今助けに行く。